3、はい、冗談からお届け札幌ジーンズ館なんか嬉しい皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介してまいります札幌ジーンズ館です。私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはジャズシンガーの城下隆さんです。はい、こんにちは、城下隆です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はジョーダウンスタジオをお借りいたしました。以前ご登場いただきました富井社長にですね、ご好意で、はい、普段はなかなか入れないような、はい、そちらに録音のスタジオがちょうどありまして、そうですね、はい、ここがいわゆるミキサールームになるんですかね。そうですね、はい、ここで音を作るわけですね、最終的に、はい、なんか触ったら大変そうな機械がいっぱい並んでいるところで、大変だと思います触ったら、はいはい、今日お届けしてまいります。さあ、ジャズシンガーの城下隆さんをお迎えいたしました。このアルバムが出たばかりです。4月16日に出たばかりのアルバムなんですけど、タイトルとかご紹介いただいて、はいはい、On the Jazzy Side of the Street、うん、これはOn the Sunny Side of the Street ってご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、そういうスタンダードソングがあって、ちょっともじってみました。サニーをジャジーにしてですね、はい、ちょっと夜の雰囲気のジャケットを作ってみました。いや、素敵ですね。素敵だと思います。このアルバムで初めてじっくりと城下さんのボーカルを拝聴いたしましたが、はい、ものすごくこう、2枚目の男性に、大人の男性に、後ろから抱きしめられる感じ。あららららら、大変だこれ。いや、もう若い頃から声ハンサムと言われてますから私顔はどうなんだっていう問題がありますけども。いやいやいや、でも素敵な城下さんですけれども、いやいや、今日はこのアルバムのこともね、たっぷり伺っていきたいと思います、はい、3つのキーワードご用意いたしました。こちらです、はい、心意気でつながって、好きなものをやめるわけにいかない、音楽と漬物と小麦粉カレーと、ということで。もう3番がすごいですね何なんでしょうか一体。気になってしょうがないところですけど、はい、じゃあ、まあ一つ目からいきたいと思います、はい、その1ではやっぱりこのアルバムについて伺ってまいります。心意気でつながってということなんですけれども、はいはい、どんなメンバーで。そうですね、やっぱり札幌では、はい、はっきり申し上げてトップクラスの、ミュージシャン、それから横浜のミュージシャン、はい、これは僕の師匠ですけども、はい、皆さん楽器ですね。私は、まあ、一応声が楽器なんですけども、そうですね、板谷博さん、はい、通称ピョンさん、ピアノですね。まだ若いですけど、素晴らしいピアニストで、札幌で活躍してます、はい、もちろん本州でも活躍してますけども、はい、うん、それから、ベースが柳正也さん、うん、この方は脱サラ組で、もともと本州から来た人なんですけども、はい、ちっちゃな子供は可愛いんですけどね、黒田義弘さん、はい、これはもうドラム界のもう出会った頃は新人だったんですけども、中堅になっていつしかベテランになったというですね、付き合い長いですね。そういうのをこう見て来られたところも楽しみの一つでしたね。あ、そうですね、新人だった人がどんどんと、かつては聞き手として、それからお互いにやる相手になってもらって、そんな形で十何年の付き合いがあるんでしょうね、今のこのパーカッションの方でしたっけ、その今ライオンキング出てるって。はい、クロちゃんですね。クロちゃんは、クロちゃんは、ライオンキング出てますね、はい、金曜と日曜にですね、はい、ステージに向かって左側で叩きまくってますね、いやー、すごいですね、はい、まあ、パーカッションの先生もやってるんで、うん、それとギターはですね、はい、僕は実は歌謡曲のバンドも一つ持っているんですけど、うんうんうん、そこでもギターで音楽監督をやってる、はい、ジャズギタリストの滝川雄三さん、そして、3曲参加してくれてるのは、はい、僕の師匠と先ほど言いましたけど、うん、横浜の村田博さんという67か8くらいかな、はい、のトランペッターの方、そんなメンバーでですね、すごいですね、贅沢なメンバーだと思いますね、札幌でアルバムを作るにあたってはね、はいはい、私このジャケット CD を友達に見せたら、はい、今のこの3倍ぐらい解説してくれた友達がいましてね。あ、そうですか。それぐらいそのそうそうたるメンバーと一緒に作られたアルバムなんだなっていうふうに思うんですが、はい、実際こう札幌でね、城下さんご自身が、はい、もうこの人と思われる方ばかりだということを伺いまして、本当に羨ましい話だなと、
まあ、どうやってこうメンバーを、ね、集めてこられたんですか。うんうんうん、あ、そうですね、はい、あのこの他にもあのトップクラスのミュージシャンっていろいろいて、たまたま今回はね、はい、あの彼だけが唯一ではなくて、うん、素晴らしいという人たちがいっぱいいることを前提に、はい、どうやって一緒に組んでやってもらうかというと、うん、大体はですね、あの自分のレベルが、物事何でもそうなんだけど、これ僕の持論なんですけど、あ、スポーツの人も言ってましたね、うん、ここら辺のレベルだとすると、はい、ここでやってたら絶対ダメなんですよ。うん、ここでやあのここの自分をもっとあのいろんなことでうまくやっていきたい、うまくなりたいっていう風になるんだったら、うん、ここの人にまずターゲットを定めて、はい、その人たちを、はい、言い方あのちょっと悪いですけど取りにかかるんです。あ、はい、取りに行くんです、そういう人たちを取りに行くって、口説きに行くんです。あ、はい、すごい、あの僕がこういう人間で、あ、知ってますよ、今度一緒にライブやってくれませんか。ですからその時には、はい、僕のギャラはもちろんないし、うん、あの貯金を切り崩して何年もライブやってきたんですよ。そうやって、で向こうもやってあげるじゃなくて、それがいつしかそんなことしなくてもいいようなギャラ の、はい、あの入場料になったり、うん、みんなにギャラを配分したりするようなことになるまで頑張ってやるんですよ、そこまで。で僕はあなたとやりたいんで、うん、一緒にやらせてくれませんかっていうところから始まるんです、うん、で出会いはそんなもんですけど、そのうちにやっぱりあの音を追求していくっていうことで友達になって仲間になっていくわけですよ、はい、っていうふうに、うん、あのこの人がいいと思ったら、うん、その人から逆に声をかけられたっていうのは、横浜の村田さんからは、うん、あのトランペッターの方からは声をかけていただいたんです。面白いからやってみよう。それ以外は僕の場合は全部自分から行きますね。いや、このあの素晴らしい行動力といいますか、若い人たちに教えたいなと、諦めずにね、いや、こんな人はもう有名だからもう無理って、みんなよく言うのそれ、ね、思いがちですけど、はい、音楽が好き同士だったらやっぱりこう、はい、情熱で通じ合うものってありますかね、はいはい、あると思います、うん、それには自分のはっきり申し上げて、はい、力という自分の分をわきまえるのも必要です何にもできないのにやりたいって言ったらね、本当にストリートミュージシャンがね、はい、正直最近若い人に多いですね、これね、はい、これも多い。それはちゃんと把握しておかなきゃダメだと思う、はい、そのためには自分の実力がどのぐらいで、うん、どのぐらいの、ね、努力をしてるかっていうのも必要ですけど、それに自信がある程度あるんだったら、はい、もうあとは矢沢永吉の成り上がりを読んでくださいこれどうかな時代的にね、読んだっていう人が多分ね、40代50代ぐらいだと思うんですよね。そうですよね、若い人にも読んでもらって、でもまたね、若い人たちもこの小さな本になって出てきますから、はい、A ちゃんがどうやって自分のメンバーを、うん、はい、お前あの才能ないから、いや俺はやめた方がいいと思うよってちゃんと言って、うん、はい、他のバンドに行って、そのこのメンバー欲しいっていう人をバンマスと話をつけて取りに来ると、うん、時には殴られることもある。でもそうやって自分の夢の実現のために最高のメンバーを集めていくっていうのを読んだから真似をしてるわけじゃなくって、音楽をやって自分でレベルを上げていきたいとすれば、そういうことって絶対に必要だと思うんですね、はい、ピュアな気持ちがあるからこそ、そこで変に遠慮したり、あ、そうです、そうです、恐縮したりっていうんじゃなくって、はいはい、やっぱりそこあのピュアな思いだからこそ、はい、そこは譲らずに、そうですね、自分の思いをこう通せと、はい、うん、あんまりあの人に偉そうなことを言えない人間ではありますが、これだけは真理かなと思いますね。あ、はいはい、あのここまで伺いましたけど、ちょっとやっぱりあの城下さんってなんでこういうメンバーとつながれたかっていうのは、やっぱりあの多くの方はね、はい、テレビ局でお勤めだからだっていうところがあると、ちょっとプロフィールのご紹介すみません、はいはい、前後しますが、自己紹介ちょっと、自己紹介ですか、僕はテレビ局にアルバイトから入って、うん、でプロダクションに入れてもらって、でゲリラ的な戦法で、うん、あるテレビ北海道、あ、言っちゃったけど、に入社をして7年間いて、はい、でやることあんまりなくなっちゃったんで辞めてっていうことをやってるうちに、あの AD をやっていた、札幌テレビ放送に、ちょうど声をかけてもらって、ですから僕サラリーマン生活はすごく短いですよ。あ、まだ STV の社員になって十数年しか経ってませんから、はい、もう
もすごい天然ですけど、やっぱりそういう環境があったからいろんなこう音楽関係の人たちいっぱいこう知り合いができて、はいはいはい、っていうところもやっぱあったでしょうね。羨ましいなと思いました。なるほどね、はい、皆さんよくそう言われるし、僕も番組作ってたしラジオ局にもいたし、タレントの人ともお仕事したことたまにはあるしありますけども、はい、今回こういうことやってるのは全く関係ないです。あ、そうですか、はい、あの放送の仕事はたまたまお給料いただいて、はい、あのテレビ局で働いてますから、それはこのぐらいの範囲のことで、で そこから取材で知り合った人とかそれから音楽で知り合った人とかのつながりっていうのは、まあ別の世界で、ちょっとうまく言えないけど、とにかくこんな世界があって、これは仕事で、あの放送業の会社員っていうこととは全く別ですね。あくまでここは仕事なんだけど、こっちは仕事つながりでできたんじゃなくて、はい、完全なる音楽つながりで、はい、音楽つながり、そういうことです、はい、まあ、そんなもんですか。すいません、そんなもんです。へー、はい、そうなんですね。意外ですね。あのそうですね、テレビやラジオの現場っていうのは番組をやるのに忙しすぎて、まあ、そうですね、はい、あの、はい、もちろんご経験ね、福士さんもおありでしょうから、あのそのためにですね、それを広げていくとか、そこから例えば自分で、あ、このシンガーの人いいな、この芸能人の人いいな、僕もこんなことできるかな、なんていうそういうルートでは全くなく、 あくまでやりたいこと、例えば家庭菜園が好きな人だとか、ジョギングが、マラソンに出るのが好きな人だとかいる、僕は歌うのが好きだったんで、それは全く別のところですね。歌うのが好きっていうところだからこそつながれたメンバーなんでしょうね、きっとね。だと思います。少なくとも僕の歌い方は嫌いじゃないと思ってくれたから、こうやって協力をしてくれたんだと思いますね、はい。本当にね、もうオープニングがすでに素敵なんですよ。ありがとうございます。ちょっとこうその世界に入ってくっていう、こう素敵なオープニングがあって、はいはい、はい、これはあのやっぱりちょ3年半ぐらいかな、あのシアトルっていうところに若い頃20代の頃住んでいて、はい、お金がなかったので、まあ、あの車は自転車代わりですから、あの本当に5万円ぐらいの車に乗って、でラジオしかなかったのね、当時。でラジオで DJ を聞いていて、でそれがこう耳の奥に染みついてるんですね、はい、だからちょっとその真似をしてみたんですね、DJ のね。すごいね、素敵なオープニングから入って、私が好きなのは3曲目なんですけど、はい、これが私が、あ、なんか背中から抱かれる感じそんな感じ、そういうあのフラチなことをしませんけども、あの、あ、そうですか、感じた、まあ、いっぱい素敵な曲がいっぱいありまして、 Amazon でも販売してますし、はい、あのジャラシー .com という、はい、ウェブのページがありますんで、そこから申し込むことができますし、はい、はい、まあ町場に行ってパッと行ってお買いになるんでしたら、音楽どころさん、音楽どころさん4丁目プラザですね、はいはい、チェックしていただきたいと思います、はい、私を個人的にご存知の方は電話でもメールでもください。私が送りますからなるほど、はい、それも結構やってるんですよ。あ、そうですか、メジャーデビューとかでは全くない世界なので、はい、あの手売りが一番なんですって、あ、出るのは。なるほど、今までのそうですね、売れ方もそうですね、あ、手売りですね、はい、お問い合わせいただきたいと思いますでは2つ目のキーワードです。